小宮山です。ふみです。わが TV です。今回青山学院大学やってきました。はい、今回青学ならではの企画ですよ。え、青山学院大学の陰キャキャンパスライフ地獄説を検証したいと思います青学ってこう華々しい大学のイメージあるじゃないですか、はい、で何を勘違いしたか、陰キャのやつが間違って入学しちゃう、はい、これあるんですよ。まあ、マーチだからね。そうそうそう、大学入って変わるかなとかね、はい、ハワイ来たみたいで、はいはい、でもその陰キャにとって青学の生活逆にめちゃめちゃ地獄じゃないかそれをね、ちょっと陰キャの人にインタビューしたいなと思ってます。わかりました、皆さんチャンネル登録と高評価、ご覧かツイッターとインスタも絶対お願いします。それでは青学の陰キャ地獄説を検証だ。分かって TV。 じゃあ青学で男性の方見つけました、はい、今回なんですけども、はい、青学の陰キャキャンパスライフ地獄説というのを検証してまして、いやいやいや、どうですか、陰キャだという自覚とかありますか？あ、もう絶対陰キャです。おー、来た。どうですか、陰キャにとって青学のキャンパスライフというのは。陰キャでもそこそこ楽しめる。あら、あら、地獄ではない。地獄ではないと思います。あ、本当ですか？なんか調子乗ってるやつとかリア充なやつが周りに多くて、はい、ちょっとなんかムカついたりとか、そう、嫌な気分になること多いんじゃないかなってイメージなんですけど、うん、あ、陰キャだからこそそういうのを感じる時っていうのあって、はいはいはい、ちななっていうその食堂があるんですけど、はいはいはい、ライバーみたいな食堂ってどこにでも座って食べれるもんじゃないですか。はい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 、でもなんか実はそのサースキっていうのがあって、サースキ、だいたいこのサークルはここに座るっていうのがあります。うわー、やばい、カーストですよこれ。これ縄張りというやつですね、やってること犬と一緒やな。お前おしっこしてねよそこでサークルのやつが。うわー、ここは俺のじゃん。別にさ、空いてる以上はそのサー席に座ってもいいじゃないですか。うん、いや、もうそんなことしたらもう目線でどかされる。やばいやばいやばい、何も知らないね、陰キャが沢席座ったら、なんだお前みたいな、俺の領地入ってくんなよみたいな。怖い怖い怖い。え、メンチ切ってどかされんねや。うわー、青学って言えばやっぱ女性が可愛いイメージあるじゃないですか、はいはい、どうですか、陰キャからするとこの可愛い女子との触れ合いとかっていう。今ではオンラインだからちょっとわかんないんですけど、はい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 、対面の授業の時とかは、はい、そのクラス分けとかもあるので、はい、関わりは一応あるのじゃないかなと思います。あ、これ僕京大経済学部時代の話なんですけど、はいはいはい、その女の子たちもやっぱテニサーの男とは結構仲良くつるむけど、うん、陰キャのやつちょっと見下してきてるみたいな、なんかそういう目に見えちゃうのよ。京大経済学部ですらそうなんやったら、はい、ましてや青学親やで、ね、なるほどね、半分かお前も半分使ってことは。いや、ちょっと陽気な人かな。まあ、どっちでしょうね。ちょっと後ろを見て振り返ってもらっていい、はい、すごいね、ウーバーイーツのカバン、これね、はい、パクったんやろね。いや、違うんだよ、なんでパクったんだよ。え、森美さんどうなんですか、自覚はありますか、陰キャっていう。陰キャですよ。陰キャない、はい、バイト、ウーバーイーツだろ、もう人間関係がしてそうなの。じゃあ、はい、今回なんですけど、はい、陰キャな青学生キャンパスライフ地獄説を検証という曲をやってまして、あ、どうでしょうか。確かに、はい、食堂とか、はいはい、食堂はもう地上にある食堂と、はい、地下にある食堂、お、これ入場法よ。はいはいはい、地下の方が地下7っていうんですけど、地下7、はいはいはい、だいたいような方たちは、はい、もう1段のど真ん中で席を取ってるんですけど、はい、もう僕たちみたいな、はい、ような方が、はい、地下で、日の当たらない場所で、いやいやいや、地下だな。いや、もう陰キャの巣窟、ね、韓国の AI でこれ本当に、逆に何だろうな、リア充が多すぎてムカムカするとかそういう経験とかないですか。多いですよ本当に。キャンパス内をカップルで歩いてるのが地下とか見たら、そんな我々ね、いろんな大学行ってますけど、はい、そこまでカップルで歩いてない多くなかったよね。ないですね。東京工業大学とかゼロだからね本当に手繋いでるなんて。ええあるところで、え、大学内で手つなぐ、ちょっと少ないよね。観光地じゃないぞ、ミッドタウンじゃないんだから本当に。今入るなら青学入りたいと思います。もうちょっと勉強頑張って、はい、マスターとか行きたいなと思います。あ、だからそっちの方が ね過ごしやすいんかも ね中途半端に青学入ってもたら4年間ちょっと地獄やな、ね、いや、やばいねちょっとね、これは部屋でなんか俺よ陰キャやから飯地下で食うわ推薦が地下行けやめろお前じゃあ、はい、青学のお兄さんが来ました、はい、今回なんですけども、はい、青学の陰キャキャンパスライフ地獄説を検証という企画をやってまして、はいはい、ちょっとすいませんね、お兄さんどうですか、ね、陰キャって自覚とかってあったり。全然ないっす。え、陰キャじゃない。はい、ないっすね。いや、無理っすなんで。お前、なんか女友達多い子とかですか。いや、そういう意味ないっす。陰キャやないか
ちょっと映れないんですけども、はい、他大学の友達と歩いてたんですよ、さっき、はいはいはい、普通青学でキャンパスライフ楽しんでるやつは、はい、青学生周りに一緒におるからあ、まあまあそうね、あと女子とかね友達は何の友達だろ高校っすだから、ね、高校時代の友達しかおらへんねやろ友達はどう思う陰キャ僕といる時は陰キャだ陰キャやな陰キャやな、ね、じゃあもう陰キャという手で進めます、一応ね、はい、どうですか青学楽しんでますかまあそうっすね楽しめてない言い方ちょっと今楽しめてない言い方ちょっと強がってたからちょっとね青学生のねちょっと陰キャに辛かった一方入学したてで周りがキャッキャしてたんでおみたいなだって入学した時はだってね、うん、友達とかまずフラットな状態やから、まあ、基本的にはねこれから新規で友達作ろうって話やんかいやもうなんかもう固まりできててギャーギャーしててあみたいな俺分かっちゃった何推薦の集まりだ正解です推薦のお前ら入試早めに決めてそんなことして楽しいかいやお前もで授業中とかどうですかあ授業中は端っこの方でサークルとかなんか入ってんの、まあ、サッカーですちょっとおいいじゃないじゃんで女の子とかも多いのあまあいますおお仲良くなったりとか一回も喋ってないですなんでサークルで一回も喋らんとかあるそういう人たちで喋ってるんであ、まあ、また端っこでどこにも居場所ないやんで友達とかリアルにできてんの青学ではちょっとその子は結構パリピなのいやそうでもないですやっぱ端っこで端っこ同盟まあまあやめろお前今度逆にねチャラい青学生見つけたんでいやそうですねチャラい青学生のキャンパスライフ、はい、これ聞きたいなと思ってます、ねはい、なんで今日は青学のこっちのキャンパス来たのここで遊んでておらけでチャラいないやね友達んち泊まりでみたいな男女のなんか男女のおい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 陰キャのあいつら聞いてるかえ男女の日はどんな日ですか男子4女子5女子4誰か2人担当せなあかんやめろそれは何のつながりですか、まあ、立教とか明治とかそういうえ課題課題あと、リヤマさん大好きな女子大。女子大生何女子大の子いたんですか、ね、精神と、あら、一郎ですよ。トンジョああ、もうキラキラ女子大学です。その楽しかった、ちょっとワンシーン、ちょっとインキャのやつなんで、昔盛り上がったところ。でも最初はやっぱ、はい、おしゃべり。はいはいはい。で、おしゃべりしてて、こういう、ちょっと俺たちが。ボディで、まず一組が始まらなくて。一組が始まるなんで俺呼んでくれへんかったの、まあまあ、いや、呼ばれるか、お前。写真あります。写真俺だけ見ます。映さない、映さない。映さない、映さない。うわー、これはね、でからのちょっと待って、クラブみたいになっちゃってるやん。12時39分。でもちょっと、そういうやばいものではなかったっすか。やばいものじゃない、大丈夫でした。クラブみたいな。あの変なことはしてなかったです。踊ってました。大丈夫でした。はい、これがやっぱ青学生ですよ。ちょっと差がえぐいな。い差がえぐいな、ちょっと。じゃあ、青学生3人組つけました。はい。今回の企画が、はい、青学の陰キャ、キャンパスライフ地獄説を検証という企画をやってまして、はい。お兄さんはほんまに陰キャなんですか、ね、本当に。陰キャ、はい、ちょっと陰キャエピソード聞いてもいいですか。でも本当に5、6月ぐらいは、はい、ずっと大学オンラインだったんですよ。はいはいはい。でもその時はほとんど友達遊ばずにパチンコとかパチンコギャンブルをしてました。これも陰キャですね。まあまあそうですね。女性はどうですか、まあ、ちょっと青学っぽくはないですけど。やめろお前。お姉さんどうですか、陰キャなんですか。あ、だと思います。でも本当に学科の友達が一人だけなんで。あ、ここだけなんや友達。あ、めっちゃ陰キャ。あ、やめろお前失礼だよ。お姉さんはもう相思相愛です。ああ、ここだけ友達一人です。ああ、どうですか、ちょっと陰キャにとって青学過ごしづらいってイメージあるんですけど。多分他の人全然僕に対して関心がないからずっと一人でひっそりと生きてるけどめっちゃ陰キャやだからもう陰キャ極めると誰も自分のこと気にしてないから逆に生きやすい。周りの視点がもう、保護色動物みたいな感じになってるわけでしょ。擬態してるんや。擬態してるんや。確かにそう言われるとなんか文化祭のやめろ、壁に見えてきた。まだ誰も。もっとないっすか、なんかこうちょっと青学ならではの。まあでもやっぱり、はい、僕の学部が男さん女7なんです。お、多いですね。だから中高一貫校で、はい、男子校6年間男子校。はい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 、はい、英語のペアワーク一緒だったけど。おお、はい。絶対に女子とペアワークだから。はい。まあ、無理だって感じ。これは青学ならではかもね。ならですね。普通やったらね、憧れのシチュエーションやったりするのよ。陰キャちょっとそれが地獄やったりもするのよ。いや、だって本当にキャバクラみたいなもんすから。そうやね。無料のキャバクラみたいなもんすからね、本当に。おっさん出てるけど、おっさん出てるけど、無料のキャバクラって思うんすか、まあ、言うたらそういうことですよ。でさ、これ嫌なのがさ、女の子からのリアクションとかやっぱ気になってまんねんけど、うわ、外れだみたいな顔すんのよ、女の子も。そういうのないですか。それは、優しかったのか分かんないです。ああ、それはなかった。お前が一番陰キャやないか。お二人ないですか、そういう思い出したとか。なんか、
こういう紙袋持ってるんですけど、これはサンローランっていうすごい有名ブランドの紙袋なんですけど、中、ね、は返しに行く図書館の本で、おー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 、変な袋持てないってことでしょ、紀ノ国屋とかの袋でもええわけやんか別に。確かにここに来るからにはちゃんとしたもの。だからそれしんどいわ。じゃあ女の子とかやっぱそういう目で見られんねや。華やかやけど自分もそこに行くってこと考えたら、うん、しんどい部分もあるかもね。青学は、ね、俺の大学なんかみんなジャージだから。あ、和製女 ねすっぴんですみんな。あ、で和製女は楽でいいよね。楽です。そこのどっちがいいんかみたいな ねとこですよね。難しい。じゃあ青学の男の子見つけました、はい、今回やってる企画は青学の陰キャキャンパスライフ地獄説というのを検証してましてえ、お兄さんは陰キャですか？僕は多分彼女のメインで。どうですか青学のキャンパスライフ、ちょっと自分にとって言いづらいなとか、うん、しんどいなとかあります？僕上京勢なんで、はいはいはい、地方からしかも浪人ブランクがあるんで。あら、青学行くのに浪人したんや珍しいね。何の話だよ。あ、じゃあどうですか、うん、上京して一人もできないんです。あー、なるほど。サークルとかは一応入ってるんですけど、あんまり言えてない、言ってないです。何サークル？軟式テニスね。テニスなんかもうね、女の子パンチラたくさんですよやめなさい、そういう目で見るな。あ、すいません。テニスなんかもう楽しいはずやん、なんで行けてないの？周りが年下ばっかなんで。あ、浪人してるから。ちょっとみんなから避けられる他なんかちょっと行きづらい ね、青学やからちょっとしんどいなっていうか、ちょっと陰キャには辛いみたいな。なんか他の自分の友達からなんか青学男子っていうレッテルを貼られるっていう。なー、地元のとかそういうことですか？はい、なんかお前遊んでんだろ。そのギャップで苦しむっていうのはあるかもね。じゃあ今ちょっと我慢してる、セーブしてる部分あんの？ちょっと自分は陰キャだからとか。あ、飲み部があんまないんで僕が。おうおうおう。まあ一郎ですからね、はい、みんなにこう合わせてわーってやるのが、はいはい、自分的には精神的に。ああ、青がこんなことしてんのかみたいな、ちょっとびっくりした。なんかあのなんかゲーム、ゲーム出ました。飲み会でゲーム、はい、ゲーム。どんなゲームしてんの？僕もその初めてやったんであんまりよく覚えてない。はい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 。ピンポンパンゲーム。あー、ピンポンパンゲーム、なんですかそれ。言っててできなかった人が飲むっていうゲーム、はい、全敗しました飲ませたね。ちょっとピンポンパンゲームやろうよ。ピンポンパンポンピンポン。あ、ちょっとなんか違うな。何がおもろいのこのゲーム。陰キャすぎて。え、他ちょっと飲み会の話聞きたいな。はい。深まって。はいはいはい。深まっていったら。はいはいはい。男と女でこう絡み合い。別にその陽キャ軍団でやるのはええけど、うん、俺の前でやんなよって思うわ。俺も。これちょっと勝者に伝えたいのは、うんうん、そんなに憧れる高校生が出るのよ男子校とかで。まあ、いますよね。人は変わらない。陰キャは陽キャにならない。青学に入ったところで陰キャ高校生のお前がキラキラ青学生になることはない。自分にとって行きやすい場所に行け志望校選びは慎重にというわけでやりました。青学の陰キャキャンパスライフ地獄説を検証。これはまあ地獄ですかね。そうですね、地獄でしたね。かなりちょっとしんどかったみたいな話、はい、陽キャがちょっとみたいな話はだいぶ出てきましたね。学食で陰キャを地下で食べるとか衝撃的でしたね。ちょっとね、その陽キャの子も出てましたけども、はい、だいぶ激しい、激しいですね、ノリがあるみたいで、ね、本当青学受験する人よく考えた方がいいですね。これはね、ほんまそうですね。そう、まあ、いい大学があることには間違いないんですけども、はい、合ってる人と合わない人ね、そういるということで、はい、風味いかなくてよかったね。いや全然僕は青学なんてほんま話なんです。やばいよお前。皆さん、ね、チャンネル登録と高評価、ガラガツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺でバイ。